11月13日火曜日、広島県安芸高田市。ゲーム数解除は期待できないけど、251ゲームから300ゲームまでの日時計突入に期待できるゾーン、これは打ってよしだ。前回の漫画ではテーブル機のゾーン狙いだけをする旅打ち企画、テーブル一人旅準備モードをお伝えしました。5日間にわたって5府県で実践し、結果はマイナス8万円と大きく負け越しちゃったわけですが、それなりの手応えも感じました。こまめにチェックするとチャンスゾーンの台って思った以上に落ちてんだよね。僕は5日間で37台のチャンスゾーンを拾ったのです。あとは僕の引きに問題がなければ十分に立ち回れるはず。てなわけで今回はついにテーブル一人旅本格実践スタートです。前回の結果を踏まえルールも少し変更しました。しゃあ日時計突入だが、あっさりする。ダメか。しかしレア役を引くなどして演出のざわつきがしばらく続く。うわ、なんかこれ怪しいんじゃないの。気がつくと、あれ300ゲーム超えてるよ、どうしよう。でもこの状態ではやめられない。すると、頼む。しゃあ、ふぅ、助かった。けど結果オーライって喜ぶわけにはいかないよな。本格スタート一発目でいきなりルール違反って、これじゃ何のためにルール厳しくしたんだか。次からはもっとシビアに行くぞ。安芸高田市から国道54号線を走り広島市、市内各所のホールをチェック。番長2、聖夜に打てる台はなかったものの、南国育ちで4台のゾーン狙いを実践。その結果は、聖夜で勝って育ちも2台ヒットしたってのに、結局今日も負けか。広島市内はどこも客付き良かったし、客層も幅広いせいかいい台が結構空いててくれたんだけどな。もう1日滞在する？あ、いや、でもできるだけ西に進んでいきたいしな。てなわけでテーブル一人旅本格実践初日は負けスタート。その日は山陽自動車道下松サービスエリアで車中泊し、翌14日は山口県下松市から実践スタート。ガラガラだ。うん？すると無人の聖夜の島で、うわ、これ連チャンゾーン中じゃん。もちろん着席でもって 2K98 ゲームで、よし今日はいけるか。このラッシュは1ラウンドで終了するも、なんとここから100ゲーム以内にラッシュが5ループもするが、全て単発。マジかよ。しかし再びラッシュ突入。おお、6ループ目。これがなんとか4ラウンド継続で169枚ゲットでプラス1200円。もうちょっとなんとかなったんじゃないのかなこれ。まあでもとりあえずプラスになったしな。よし移動だ。下松市から防府市をあちこち回る。番長2には打てる空き台がなかったものの、その他の機種は打って吉台あり。お、聖夜210ゲームだ、ラッキーが、当たらない。打っても打っても当たらない。ついに10台連続のノーヒットを記録。本日の収支マイナス21,800円。また負けた。11月17日土曜日、僕は北九州市にいた。うわ、芋焼酎ってこんなにきついのか。はい、Tです。どうも、ナナミです。お疲れ様です。あのさ、Tさん、一つお聞きしたいんだけどさ。はい。ゾーン狙いって本当に勝てるんでしょうかね。え、だって僕今日で22台連続で負けてんすよ。そのうち19台はノーヒットで。それはひどいな。ちゃんとゾーン狙いしてるんすか。当たり前でしょ、そんなの。機種は主に南国と聖夜ですね。番長2も打ちたいんだけど、打てる台が全く落ちてないんすよ。やっぱり番長2はライバルが多いんだ。ですね。でも育ちや聖夜だって爆発力あるし、もう少し勝っても良さそうなんですけどね。
ああ、そうそう。聖夜はモードにも注目した方がいいですよ。前回が1000ゲーム以上ハマった後はモードアップ確定ですから、次回天国移行にも期待できますから。聖夜も育ちも2、3000枚なら編集部でもしょっちゅう聞く話なんで、七海さんもそろそろ弾けるんじゃないですかね。頑張ってください。そういや、T さんって芋焼酎好きだったっけな。やっぱりきつい。翌日、北九州市内のホールで20224という聖夜を発見。前回大ハマりとかではないけど、これは打つしかないでしょう。すると 2K でミッション成功してラッシュ突入。さらに1ラウンド目消化中に、やったが、1ラウンド150枚で終了。飲まれて100ゲーム回して終了。初めてビッグが揃ったってのに何もいいことなしか。その後、宗像市から探し、長崎市と回るも全滅。とにかくゾーン狙いできる台があれば片っ端から打ってみて、行けるところまでどんどん西へ行ってみようと思っていましたが、思っていたよりヒットしてくれない。たまにヒットしても全く伸びてくれない。その繰り返しで、いっそゾーンが狙える台が空いてなけりゃいいんだけどな、なんてことも思っちゃったりして、11月22日木曜日、熊本入り。熊本市は以前パラダイス度 AAA 評価だった町。ここならなんとかなるかも。しかし、ダメか。熊本市もパラダイス度が少し下がったな。以前は穴場だった隠れ有料店が今回は満員御礼で立ち回れなくなってるし、ゾーン狙いをするにもちょっときついよ。熊本市3連敗。さらに大分県別府市では、お、また発見。ゾーン狙い可能な聖夜に次々と遭遇。しかしこれがことごとく日時計ミッションに突入するもクリアできず。どうなってんだよ。さらにそれは翌日も続き、なんと日時計14連敗。3回に1回くらいは当たんじゃないのかよ。もうダメだ。ちっ、え、マジ。あ、移動するのかと思いきや、その人の台のゲーム数は、え、まさか。案の定、その人は450までのゾーンを打ち切ってから、あらかじめキープしておいた台に移動。そして、完全に心が折れました。てなわけで、テーブル一人旅はこれにて終了。しょうがないよ、もう限界だよ。だって1ヶ月で30万オーバーの負けだよ。これ以上続けられるわけないじゃん。計マイナス316,930円。1日あたり5台は拾えて3、4台はヒットしてるのに、1台あたりの平均回収が167枚じゃ引きが弱いとしか。引きのせいにはしたくないけど、もうちょっと伸びる台があってもいいとは思いますね。本格実戦後に一番伸びてくれたのが1000枚ちょいですからね。聖夜や育ちの場合だとチャンスゾーンもありますけど、そっちについては？チャンスゾーンもダメだったな。あれ、低設定は成功率が低いとかあるの？いや、基本的に不問ですよ。だよね。あと、チャンスゾーンが搭載されてる機種の場合、ゾーンを回し終わっても引っ張られて投資がかすむパターンも結構あって、そういうのもやってみるときつかったね。番長2だとそれもなかったんでしょうけど。前にも言ったけど、番長2はどこに行っても隙がないというか、本当に客のレベルが高かったですね。今回の企画は大失敗だったってことですかね。まあ、収支的には完全にね。けど、失敗は成功のもと。今回の企画では僕の ART 経験値が上がって、立ち回りの幅も広がったと思います。あ、いや、強がりじゃなくて、今回あえて封印したリセット&宵越し天井狙いとかもありますし、今後は状況に応じて臨機応変に攻めていけると思います。なるほど。ところで七海さん、今年の収支ちょっとやばいことになってんじゃないですか。現時点でプラ70万ってところかな。この1ヶ月で大失速しちゃったからね。とりあえず12月は地元に戻ってリカバリーに専念しますよ。頑張ってください。七海誠の放浪打ちのすべてがブログで読める。七海誠のパチスロ一人旅 in パチタウン DMM パチタウンにて好評連載中。